皆さんこんにちは。旅鉄道塩チャンネルの塩ちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はチャンネル登録者数が1000人になりましたので皆様に感謝の言葉を述べさせていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございます。正直な感想を申し上げますと、とっても嬉しいですし、続けることって大切なんだなと感じました。2021年10月から YouTube への動画投稿を開始しましたので、約2年かけてこの日を迎えたことになります。これまで動画を制作し続けることができたのは、動画を制作するたびに温かいコメントをくれる方がいたこと、また実際にお会いした時にも励ましのお言葉をかけてくださる方がいたこと、そして何よりこのチャンネルに登録をしてくれる方が日々少しずつ目に見える形で増えたことです。そんな皆さんの応援があったからこそこの日を迎えることができたと思っています。皆さん本当にありがとうございます。今後についてですが、今回一つ大きな目標を達成しましたので、これからはもっと YouTube への動画投稿に軸足を置いて活動していきたいと思います。そこで各方面と調整を行いまして、来月10月からさらに YouTube 活動ができる体制が整いましたので、今後ともどうぞよろしくお願いします。また今回顔出しをしたのは、このような活動にも人とのつながりは必要不可欠ですので、正直なところ決断するにあたりとっても勇気がいりましたが、今回顔出しをしてご挨拶をさせていただきました。今後顔出しするとは限りませんけれども、もし撮影現場で私を見かけた時にはぜひ遠慮なくお声をかけてください。撮影中以外であれば喜んで対応させていただきます。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは九州、福岡の鉄道や交通に関する疑問を検証、解説しています。動画制作の励みになりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。